こちらの写真はすごいです。ザ・心霊写真。え、待って、もうこれやばいって。一体じゃないんですよ、5体いるんですよ。5体典型的なお化けの服やプラス、うん、透き通ってんねんな。生き量です。出た、生き量、怖っ。なのでお払いはぜひ必要です。そう、鳥肌すごいですね。うん、ですよね。動画用のリアクションやと思うでしょ。普段からもっとなんですよ。もっと普段うるさいんですよ。いや、俺めっちゃダメダメやってるからな。こちらの写真がですね、僕この方と DM はね、結構やり取りしたことなんですよ、うんうん、っていうのも、僕最近一眼レフを買いまして、うんうんうん、それをなんかまあ教えてくれた人というか、うんうん、本当に写真撮るの上手な方で、うんうん、男性の方で、うんうんうん、その方が普通に風景を撮るためにカシャッと赤い箸を撮るんですけど、うん、あ、横尾さんもリアルに写っちゃいましたって言って送ってきた写真です。で、これ怖いかって言われたら怖くないんですけど、本当にあ、ほんまに写っちゃったっていうような、すごい綺麗な心霊写真になります。え、もう箸渡ってんねん。いや、やば。うわ、すごいよね。けど何人もいてるよな、これ一人じゃないよな。すごいよ。確かにこれ光の反射とかでは絶対ないから。ないないない。もうはっきりだって人の足とかあるもんね。ある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 、みたいな感じの写真です、はい、こちらもどうぞ。これはすごい写真です。とっても強い霊力を持つ高級霊です。出た、高級霊。以前にも出ましたね、一度。はい、出ました。高級霊ってだからもうめっちゃいい霊でしたね、確か。そうですね、この時期はいつなのかわからないですけど、はい、あ、この幽霊の時期ですよ。はい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 。撮った時期じゃなくて、そのだから王族とか偉人とかそういうの含まれる高級霊なんですけど、うん、はいはいはい、の行列ですね。うわ、すごい、がもう映っちゃってるっていうような。はい、もうまさにその瞬間を捉えたいい写真です。とっても、いや、これちょっといい意味でちょっと鳥肌だったんですけど。いや、めちゃくちゃいいです。だって肉眼で自分が見るって言ったら、うん、やっぱ空の行列しかないので。はい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 。地上で見られるってことも本当に羨ましいですね。みたいですよ、この写真。本当にあのすごい写真家の方なので、大切に、はい、これはもうね、高級霊っていうことを額縁に飾ってもいいぐらいのものですからね。全然全然、はい、もうぜひこれを額縁に飾ってください。なんかそれ額縁に飾ったりしたら、ちなみになんかいいこととか起こるんですか。どうでしょうね。でもそれ、この写真に対しての思いだったりとかっていうのを、はい、いい写真をありがとうっていうのを毎日思ってたりとかしたら、やっぱその返事を返しとしてっていうのはあると思います、やっぱり。はい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 、分かりました、ありがとうございます。はい、はい、では7枚目の写真いきたいと思います。こちらの写真はすごいです。ザ・心霊写真。写り方がドーンって写ってるんじゃなくて、ある意味ほんまに自然すぎてこれは気づかんっていう、ただどうやってそこに入り込んだのっていう写り方がめっちゃ心霊写真。うわ、ほんまや、ほんまや、一瞬なるやん。まあ、いやいや、サングラスがミラーやから反射してこの人の顔が写ってんじゃないのと思うよ。ピンクの帽子かってるし。あ、確かに確かに。けどこれ言ったらおかしいよな、この、うん、拡大してみかい、帽子の中から顔が出てるみたいな。これがだからこの人の顔やんか。そうやね。うわ、って考えたら反対側からこの反射して写ったりしても、どうやってこの帽子の中に顔入れるかっていう話。確かに確かに、おかしい。これもう鳥肌がすごい。やばいな、これはすごいやん。あれはちょっとあれやな、なんかもう、しかもこれの別アングルあります。うわぁ、だから映ってない、映ってないな。そう、なんかもうマジでサングラスかけて写真撮るの嫌なるわ、うん、すごいな。見ていただきましょう、どうぞ。こういうところって、はい、自分もそのこういうディズニーランドとか行ったことあるんですけど、はい、やっぱり人が集まる分幽霊も結構いるんですよ。ですよね、これは。はい、なので関係している霊とかではなくて、この周りに寄せられて集まった中の一人が映ってしまったっていうやつですね。これでもね、なんかその、まあ、不思議に思うんですけど、気づいてほしかったりとか一緒に映りたいっていうのもあるんでしょうけど、なんでパーンと後ろに映るパターンと、こういうミラー越しに映ったりするパターンっていうのがあって、これなんか意味するんですか、それは。もともとこの幽霊が
性が持っている力の加減もあるんですけど、はい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 、はい、強いとそのまんま本当人間みたいに映るパターンもありますし、この煙みたいな感じで映るパターンもあって、なるほどなるほど、本当それぞれなんですけど、でも多分その男柄にだったのかなっていうのは思いますね。この女の幽霊の方は多分目線的にもこの男の人を見つめてるっていう感じですので、これはほなあまり良くない例ですか？良くはないですね、はい、ちなみにじゃあこれは映り込んでしまってて、はっきりと投稿者の方はこの写真はやっぱ削除した方が良さそうですか？普通に消していただいて、はい、大丈夫です。あ、特になんか未だについてるとかそういうのはないですか？ないです。あ、ならまだ安心ですね、まあ、持っててもあんまよろしくないぞぐらいで。じゃあ投稿者の方、このだらしめんのチャンネルが生きてる限りこの写真は残りますので、ぜひアルバムから消去お願いします。次の写真がこれね、パッと見めっちゃ怖いんですよ。めっちゃ怖いんですけど、まあ、男の子のリスナーさんなので僕も認知してる子なんですけど、その子いつもの情報提供してくれる中ですごい写真撮れましたと僕に送ってくれたんで、信用はしてるんです、ある程度、DM とかも結構したりするし、その男の子が女友達と心霊スポットに行った時かな、夜景スポットかな、の時にその女の子をカシャって撮った一枚に写りましたっていう。ただこの映り方が、まあ、結局その男のことを信用してないみたいな発言しますけど、信用してないですよ僕は。こんなはっきり映るはずがないから。だって写真見てもらったら分かると思うんですけども、その霊の方向を女の子が向いてるんですよ。だからなんでその女の子たまたまその霊の方向を見てるのっていうところが気になるというか、ただその問題の映ってる霊ですか、これが人なのか霊か僕には分かんないですけど、これがね不自然なんですよね。顔の角度とかなんで一人なのっていうとか、典型的なお化けが吹くプラス、透き通ってんねんな。だからちょっとこれ選びましたね。なかなかパンチ効いてると思いますよ。うわぁ、はい、まあ確かに、その言われてることはわかるけど、マジで典型的な気持ち悪い。これまず顔の角度って怖いねんな。めっちゃこんなのって、そうそう、おかしい姿。心霊写真っていうのなんか変なバランスっていうか、わかる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 、もうザ・サダコっていうか、わかるわかるわかる、なんかこんなんなってるみたいな、ちょっと気持ち悪いね。そう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 、もうほんまにこれが人やった時もめちゃめちゃ申し訳ないけど、確かに、お化けに見えてしまう釣り方というか、人やったらマジで申し訳ないなっていう、華奢な感じと、もう見ても分かれへんけど黒髪ロングなんやな、確かに確かに確かに、これちょっとね、瀬尾さんのちょっと、あれにちょっと任せようかなと思います。見てもらいましょう、どうぞ。これは心霊写真ではないんですよ。ですよね。はい、なのでこのカメラの、なんだろうな、これ人間なのかな。いや僕もね、これはね、なんかまあ一応僕も知ってる子から来てるんですよこれで。いやこんなとこ人いなかったって言うんですけど、映り方がねちょっとあまりにもちょっとっていうね。そうですね、はい、ただ僕だから初め省こうかなと思ったんですけど、まあこれももうガチガチ多分今回の動画も見てくれてると思うんですけど、はいはい、まあ知ってる子やからはっきり言えるんですけど、あまりにもねこのお化けしてるというか、はい、ザ・貞子みたいな格好をして、なんかただちょっと僕の中で分からなかったのが、ちょっと透けてるんですよね後ろのこの夜景が。なのでこれワンチャン霊なんかなみたいな感じで思っちゃったんですよね。これがもし霊だとすると、はい、周りにも映るんですよ。この一人だけっていうのではなくなるんですよね。はい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 、なので周り見ても浮遊霊とかもいないですし。あ、なるほど、その末吉さんが見えるっていうことですね。はい、そうです、はいはい、写真には写ってないけどってことですね。はい、ってことはもうこれはもう心霊写真じゃないということで。はい、わかりました、ありがとうございます。ではちょっとお次の写真いきたいと思います。でこちらの写真がですね、集合写真、よくある集合写真を撮ってる中に写り込んだ一枚らしいです。まあ、これはもう見てすぐに分かる通り、もうまあ雑誌名写真というような感じで、この投稿者の方は3回ぐらいの番組に送ってくれましたね。これは見てくださいと、いるはずのない人の顔がある。うわ、これやんな、それちょっとアップしちゃってんな。まあ、半分で切れてるような顔というか、ほんまやな。まあ、これはほんまになんか、まあ、ザーやな、ザって感じやな、よくある心霊写真。これが仮にそういう風に見えるだけじゃないっていう、もし意見があったとしたら、じゃあ何なんこれって。
まあ確かに、うん、説明はつかないそうやっていう、だからそういう意味で心霊写真があって写るはずのない何もないところに何かがある、確かにそれがもうどうしてもまあ顔に見えてしまうっていう、まあ、そんな感じの写真です。どうぞ。これなんですけど、はい、あの呪縛霊って言って、はい、もう呪縛霊でもいろいろ種類があるんですけど、はい、この呪縛霊は死んだことを理解できるまでの途中の段階なんですよ。ほう。だからその俺が死んだのか本当なのかっていう、本当に途中で、はい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 、そうなので、こう楽しそうに集まってる皆さんを見て、はい、その映り込んでしまったっていうやつで、はい、何かをするっていうわけではないです。なるほど。でこれはあくまでも、まあ、どっちか分かっていない状態っていう。まだ途中ですね。はい、なるほどなるほど。じゃあ特にこの7人にはもう害はないっていう。はい、ないです、大丈夫です。わかりました、ありがとうございます。次が10枚目かな、こちらの写真がですね、友達と温泉旅行に行ってる時の写真みたいです。ああ、なるほどな。そう、この2人の顔がまあこの辺で反射してるとすれば、はい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 、この2人はこれか、だから複数の顔が見えるっていう。あ、まあ確かに顔には見える、うんうん、顔やったらめっちゃ怖いまっすやな。言われんかったら確かにその水面の反射っぽいけど、うんうん、顔やったら相当やばい顔してる、これ。うそやな。めっちゃやばい顔してる。これ何個もないけど。でもめっちゃ寝てる。やんな。自爆霊系じゃないかなと思うんですけど、まあ強さに聞かないとわからないですが。はい。まあ一旦見てもらいましょう。どうぞ。これもなかなかすごい心霊写真だと思います。マジですか。はい、ちょっと教えてください。温泉ですかね。温泉、はい、ですよね。これ水が通じるとこ、あの水ってどの世界でも共通するものですので、はい、特に温泉とかってやっぱり温泉開く前ってこの、まあ、神主さん呼んで儀式やったりとかっていうのもあるんですけど、はい、その清められてる水になるんですよ、それをちゃんと通すと。なのでこれはちゃんと清められた水で、ちゃんとその儀式が通ってる水なんですけど。あ、通ってるんですね。はい。で清められてる水にはいろんなものが寄ってくるんですよ。逆にですか。はい、神様も寄ってきます。あー、うーん、はいはいはい。で、はい、これは神様ではないです。ダメなやつ。ダメなやつですね。でも害はないですね、ここの温泉にいる例なので、うん、2人には害はないです、うん、そうなんですね。これじゃあもう心霊写真ですね。そうですね、消去した方がいいです。あ、これもじゃあ写真の上からなんかパシャって撮ってるような感じなんで、写真もこれじゃあお焚き上げ。お焚き上げ、そうですね、一応した方が害はないですけど。あ、そっか、うん、ないんですけど、うん、あとあとこの写真から縁が入ったりとかっていうのをすると大変なので。なるほどなるほど。はい、まあ、写真変わってくるって言いますしね。わかりました、ありがとうございます。では次の写真いきたいと思います。こちらの写真がですね、友達同士で自撮りをしてる写真、まあ、加工アプリ使ってて撮ってる一枚に、これは加工でも写んないですよっていう、あるものが写ってるんですよ。見てもらいましょう。はい、これ俺最初これかなと思ったよ。ああ、せやろせやろせやろ、トンコの手やなこれ。そうカバンの中から手出てる、これやば、これどうなんですかって。いや、どうなんですかじゃないやん。じゃないな、これはもう。それ以外何があるんっていう。確かに確かに。どういった例なのかって気になるけどな、カバンの中から。確かに。エスパイとぐらいしかないな。なので、ちょっとこちらもちょっとサクッと見れるんではないでしょうか。見ていただきましょう。どうぞ。これはそうですね、その加工アプリ使ってるので、うん、で思ったんですけど、うん、よく見ると、うん、手の影も映るぐらいの念の強い生き量なんですよ。ほう。水色の T シャツ着てる女の子はお祓いが必要になります。マジですか。生き量ってそれは、もちろんこの人に関係する人ですよね。そうですね、横にいる友達とかではないのでそれは心配しないで大丈夫です。はいはいはい。この水色の服着てる女性の方はお祓いをした方がいい。はい、お祓いしてみてください。はい、次の写真ですね。こちらの写真は職場で撮った時の写真に、まあ、写り込んじゃったっていう方に子供の顔が写ってます。うわー、はい、マジか。
うわぁ怖い怖いわ、これは。なんかもう動画用のリアクションやと思うでしょ。普段からもっとなんですよ。もっと普段うるさいんですよ。いや、俺めっちゃなみなみやってるからな。怖いね、止まる。怖い怖い。待って、こっ、はっきりやろ。まあ、ちょっとこれも見ていただきましょう。どうぞ。母親と子供の例です。母親と子供、この2人の関係性が不思議なんですけど、男の子は男の子で別で亡くなってて、はい、このお母さんは全く関係ないです。この亡くなった後仲良くなって2人で母と子の関係になったっていう例なんですけど、はい、型に映り込んでるこのピースしてる女性おるじゃないですか。この人は関係ないんですか？関係ないです。僕に見えるのはこの子供のような例しか見えないんですよ。あのこの映ってる、そうです、はっきり映ってるの、はい、ってことですよね。はい、この子供の霊とお母さんの霊っていうのは末尾さんにしか見えてないってことですか？見えるかな。このピースしてる横の女の人いるじゃないですか。そのまた横のこの肩見えます？見えます。赤っぽいの。赤っぽいの？全然見えないです。女の人が映ってる隣の女の人の正面から見て右肩ですね。横のピースしてる人の間です。はい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 、はい、なんかわかります、なんとなく。これが男の子で、はい、あ、そっちが。そうです、そうです。ほんならこのはっきり映ってる方のあれはお母さんです。あ、これ子供の例じゃなくてお母さんなんですか？はい。あ、そうなんですね。この、まあ、女性の方といいますか、肩にはっきり映ってる方は自爆霊ですかね？自爆霊ですね。自爆霊ってことはこの場所にずっといてるっていう感じですよね。ずっと二人でいる感じです。なるほど、二人で。ここが好きなんだと思います。この木を切らないでほしいって言ってるなんですけど。じゃあ特になんか悪いことをする？悪いことはしないです。じゃあお祓いとかも別にしなくてもそのままでいいっていうような感じですか？そのままで、はい。わかりました、ありがとうございます、はい、はい、次の写真いきたいと思います。これはね、僕は初めて怖ってなったマジか。やっぱこの人それぞれ心霊写真の怖さって違うと思うんですよね、うんうんうん、顔写ってるの嫌で、うんうん、絶対手の方がリアルって言ってもおると思うんですよ、うんうん、俺はやっぱり心霊スポットに行く人やからこそこんな場所に人がおれへんとか、うん、いろんなことを想像できるとか、だからこの写真が怖かったっていう、まあ、一枚なんですけど、うん、これね、投稿者の方がフランクの前に住んでる方なんですよ。ほうほうほう。なのでその廃墟がもう何年使われてないとかも、まあ、知ってる人で、うんうん、でもちろんやけど、まあ、心霊スポットって言われてる場所だからこそいろんな人が来る、うん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 、でも決まって分かるのが、大体何時から何時の夜に来ると。ああ、なるほど、そうそう。心霊スポットにわざわざ、まあ、午前中から来る人はいないっていう、その中でもこの写り方気持ち悪くないですかって言って送られてきて、パッて見た瞬間にこれは怖い、マジか。そんな一枚なんですよ。この人あんまりもう横に背景あるかってもう見慣れてるから別に見えへんも見えへんし、わざわざ何て言うかな、怖いところないと思う。今さら、そうやな。カシャって言ったけど、ちゃんとこっち見てる。ほんまや。ちゃんとこっち見てんな。そうやな。ちゃんと撮ってる人のこと見てる。これ家の中から撮影してる、窓から。だから、その人も気づいてるところで撮ってる人。うわぁ、めっちゃ怖い。怖いやん、それ入るの。いや、やばいな。怖いよ。パッて俺この写真見たときに、全然顔はっきり見えへんのに、間違いなくこっちを見てるっていうのだけはわかんない。覗いてるもんな、それ。そう。そうや。うわ、怖い。怖い、めっちゃ怖い。俺こういうの苦手やねん。なんでこちらもちょっと一回ちょっと末吉さんに見てもらいましょう。どうぞ。心霊なんですけど、はい、生き霊です。出た、生き霊、怖っ。めっちゃ怖いですよこれ。何この生き霊ってどういうことですか？写した方なんですけど、うん、この一枚だけじゃないはずですよ、この女の人が写ってるの。怖い怖い怖い、マジですか？はい、なのでこの確認したら多分、うん、他にあると思います。やっぱり生き霊でこの人のことをなんか恨んでるかなんかですか、これ。いや、そうですね、多分すごい伝えたいことがあるんだと思うんですよ、直接。じゃあこの写真だけじゃなかったっていうことで、もうこの写真だけでもうわ鳥肌すごいわ俺、でも思い出した方が一番いいんですけど、うん、そうね、何年前かな、多分7年くらいになるかなって思いますね。7年前に何かが、そういう時にトラブったことがある女の人をちょっと考えて、うん、いでたちというか、はい、
見たら多分思い出すと思います。じゃあ他にも探したら同じような女性がどっかからこっちを見てる写真があるかもしれない。はい、そうなんですよ。だからこの廃墟だから写ったとかではないんですよ。なるほどね。ここの写真を見て、うん、そういるはずです。うわ怖っ。もうこんなところからもう存在感出してくるんですか。もう明らかにだってこっち見てますからね。なのでお祓いはぜひ必要です。あ、ほんまや。写真も、はい、そういうことですね。これでもやっぱ生き霊の中でもなかなかやっぱ強そう。そうですね、もう、うん、今もそう鳥肌すごいですね。うん、ですよね。いや、これちょっと投稿してくれた方、ちょっと僕取り上げるのがなかなか遅かったと思うんですけど、もうぜひね、早いうちにこれはちょっとお払いしてください。ではですね、これが最後の写真となります。と、まあ、こういうのはまあ家庭に1枚はあるんじゃないかなっていう、ザ・心霊写真といいますか、そういった1枚となります。どうぞ。え、ちょっと待って気づいてる。待って、え、ちょ、マジで見たくないな、これ。え、待って、もうこれやばいって。これはお母さんじゃないの顔だけですね。え、待って、気持ち悪い。マジでもうやばい。玄関の中から顔が覗き込んでるんですよね。わ、これやばい。結構はっきり映ってる方やと思うわ。いや、ちょっとやばいわ。手汗がやばい。なんか物とかじゃないもんな、顔やもん。いや、もうマジでやばいな。まあ、一度見てください。どうぞ。これは映ってます。はい、やっぱりそうだったんですね。これはすごいですね、鳥肌立ちます。嘘。いや、だって顔怖いですもん、これ。顔が怖いはめちゃくちゃいい線言ってると思うんですけど、はい、1体じゃないんですよ、5体いるんですよ。5体。この女の肩を正面から見て、左目が溶けてるのが分かりますか。分かります、分かります。これってその共食いをしている最中です。何それ。あ、このなんかビヨーンって下に伸びてるのがそうなんですか。あ、そうです、そうです。あ、これもなんですね。その共食いをするんですよ、怨霊って。共食いをして食べて吸収して大きい一体になるんですね。ああ、なんかテレビで見たことある。で、なんでこの女の霊ここにいるのか。そういうことですよね。自爆霊ですね。自爆霊土地なので、うん、家族さんのお祓いも必要になるのと、はい、土地ってそのこの人が立つ地面の上の浄化もしないといけないですし、こう土の中もしないといけないんですよ。はい、はいはいはい、はい、なので両方のお祓いが必要になります。しかもこれ写真見る感じ、これもね、古い写真のように思うんで。あ、書いてるわ。そうですね、2003年8月ってもう18年前とかですよね。相当前ですね。大丈夫なのかな。仮にだからまだこの家に誰かが残ってるんであれば、ちゃんとだからその自爆霊、うん、だって良くない例ですもんね。そうですね。この写真の時期のやつを見てる、今何体になってるかっていうのがわからない状態です。他にも集まってくるってことですか、じゃあここに。そうです。あー、なんか前言ってたような気がするな。どん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 、なんか生き霊も確かあれですよね、ずっと放置しておくと怨霊になって。そうですね、この呼んでくるっていう言ってましたよね、確か。はい、性質があります。あ、そしたらもう置けば置くほどどん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 膨れ上がって、もう本当になんか邪悪なというか良くない霊がどんどんこの増していくっていうような感じですね。そうです。うわ、これちょっと投稿してくれた方、写真自体もこれじゃあもうなんかしないといけないんじゃないですか。そうですね、そのまま捨てずに、うん、払いをしてもらうときにお焚き上げをした方がいいです。いや、これちょっとなかなか怖いこと言ってるので、ちょっと早ければ早いほどいいと思います。奈良市民ホラーチャンネル。はい、いかがでしたでしょうか。心霊写真特集いかがでしたか。やばかったです。怖いですか。いや、ちょっと今頭にめっちゃ残ってる。まあ、それがまあ普通の反応やわ。風呂とか入るのめっちゃ嫌やもんな、今日の一人で特にな。そう家帰るのすら嫌やもんなよ。まあまあ、その今までね、2回心霊写真特集をやりまして、この3回目かなり期待されている方も多かったと思うんですけども、なかなか今回はなんていうんですかね、めちゃくちゃやばいぞっていう、そういう心霊写真は正直なかったんじゃないかなっていうふうに思います。
こういった心霊写真もですね、オープニングでも伝えた通り、やっぱりこのリスナー様から日頃この送っていただける写真があるからこそ、まあ、成り立っているこういうまあ特集であって、なので今後もですね、初めてこの心霊写真特集見たよっていう方もですね、ぜひ一度僕の方に送っていただければなと思います。でまたですね、この送る方法として僕はインスタグラムの方でヤーカズで検索していただけましたら、すぐにまあ出てくるかなと思いますので、そちらの DM にて送っていただけたら、少しやり取りさせてもらった上で、使わせてもらう、そういった流れとなります。大体まあ1ヶ月半ぶりぐらいのまあ心霊写真特集となりましたが、まだ次回いつできるかな、来月ぐらいにできたらいいな。めっちゃ怖い心霊写真ちょっと集まった、また呼ぼう。いやマジか。まあ一応ね、今回あの彼来てくれた、まあ、この服、はい、新しく僕はちょっと作りました、まあ、ハイゴーストっていうんですけども、まあ、こちら の, あの服をあの一緒に作ってくれた、まあ、スタイリストの一人となります、はいはい、なので、なんか自己紹介しておきますか。あ、まあまあ、ほんまに小学校から一緒で、まあ、ずっと友達なんですけど、まあ、彼がこうやって YouTube 始めて、なんか僕もそういう服のスタイリストの仕事をしてるんですけど、一緒にこういう風に何かをできるっていうのが自分も嬉しいので、まあ、こうやって動画に出るのも初めてで、心霊写真の写真を見せられてたんで、今まである程度免疫ついたかなとは思ったけど、やっぱ実際あのめっちゃ怖かったな。俺も怖いな。いや、めちゃくちゃほんまにずっと頭に残ってるな。まあそんな感じで、まあ、はい、今回まあ中地に来てもらいましたけど、はいはい、この中地に関してはですね、僕のその新しいチャンネルのエンタメチャンネル、奈良市内メンズチャンネルですね、そちらの方で今後もあのちょいちょい出るかと思いますので、覚えていただけたらなと、はい、よろしくお願いします。はい、では今回もですね、心霊写真特集最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。若干噛んでるしな。地下室ある。何ないわ。もう見た目のふ鳥肌いるんだけど、人おるかもよ。そうですね。